マイウェリントン横に一旦下げて瀬川クロス入れたエリングシュートー見事に決勝点瀬川選手が溜めてからのこの石原選手の、はいまあ、ここでダイレクトで上げたっていうのが一つポイントですしあこの後ですねこの後ですね三浦選手と競り合った中でのあこれは少し危ないですね。山本の執念のゴールいやそうですよね、まあ、インターセプトしたのも山本選手ですし、はい、そこから持ち上がってからの自らのゴールですからね、